撃からジョニースクモミのシーンをつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京市ヶ谷にあります上海ブギさんにやってまいりました。でこちらですね、まあ、中華料理屋さんなんですけれども、まあ、様々な、中華料理が楽しめます。麻婆豆腐やら、担々麺、そしてラーズーチーとか、そもそもね、唐辛子を使った辛い料理が楽しめるんですけれども、で今回ですね、こちらの、骨付きスコビルチキンと言われる激辛からからメニューに挑戦していきたいかなと思います。唐辛子と四川山椒の、ね、オリジナルスパイスを使ったメニューになります。で今回はです、ね、辛さレベルが選べるということで、まあ、通常は、ね、1辛から3辛まで、まあ表向き上やってるんですけども、今日は、ね、マックスの、5辛に挑戦していきたいかなと思います。はい、それでは早速行った人というか、ツイッターの感想を見ていきましょう。こちらね、上海ブギさんの、店舗のツイッターなんですけれども、ハイボールと相性抜群スコビルチキン、当店オリジナルスパイスは一度食べたらやみつき間違いなしということで、まあ、このお店の方いわくてですね、ハイボールと一緒に、まあ、こちらのチキンかじってみたらいいかなと、おすすめだと、いうことでございます。このスコビルチキンは、ね、ランチメニューではありません。一応ね、ディナーメニューとして、出してるメニューなので、もし食べたい方はこれね、ディナーメニューなのでディナーにお越しいただけるといいかなと思います。いただきます。さあ、上海ブギさんのスコビルチキンからお手並み拝見するということで、いやー非常に香ばしい香り、あーなるほど、うんまっ、これ最高だな。唐辛子と山椒の素晴らしい、このなんかふりかけみたいな、ね、ふりかけみたいな濃くなってますけど、これ食べるのか、中国山椒とか怖いじゃん、すごい苦手なんですけれども、チキン合うね、ちょうどいい、なんだろう、うまっ、軟骨まで美味しい、うまい。フライドチキン骨までしゃぶりつきたくなります。これ超美味しい、これいいわ、パクチーですかね、またパクチーがいい味を出しておりますね。ジューシー、この唐辛子やらこれなんていうんですかね、とかこれ山椒を蒸したこのふりかけみたいなのがすごく合いますか、これまた超美味しい、素晴らしい。
口の周りがキリッとしびれてきます。心地よいしびれ、過去一この山椒が好きになったメニューかもしれないですね、これ。これってあのホワイジャオとか中国山椒苦手な方でも食べやすいかもしれない。スコビルは辛さの値を表すのがスコビル値っていうんですけども、まあ、そこから引っ張ってきた、あの引っ張ってきて由来してるんですけども、うん、確かにその名の通りこの唐辛子のね、山椒の刺激的な辛みとしびれがパンと口の中を刺激しますけども、はい、余った唐辛子をチャーハンにかけて、こういいですか、はい、あ、じゃあそれ、じゃあぜひぜひ、はい、それもおすすめの食べ方なんです。あ、もうめちゃくちゃ美味しいです、これ超美味しい、うん、ジューシー、最高だな、おすすめの食べ方がありまして、なんかね、これ余ったこの唐辛子をこのチャーハンに振りかけることで、二度楽しめるというぐらい、はい、ちょっとチャーハンを、注文したんですけど、いや、自分がね、このスコビルチキン、これはね、たまげました。美味しいわ、この唐辛子と山椒、素晴らしいです。たまんない、このチャーハンがピリッと辛い刺激のあるチャーハンに生まれ変わりました。素晴らしい、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。上海武器さんのスコビルチキン5から辛さレベル、ジョロロロロチキン辛さレベル 5.5 です。はい、いやーもうね、これ食べて驚き、まああのね、四川風のフライドチキンと言いましょうか。もうね、まあもうとにかくね、まあお肉はね、プリプリで、柔らかく、そして衣はサクサクで、噛むとね、お肉の脂がぶわーっと肉汁が溢れてくるジューシーな、フライドチキンです。そこにね、この洗練されたこの唐辛子と、ホワイジャオ、中華山椒ですね、中国の山椒、そしてこうピーナッツやらやら、混ぜたこの薬味がね、非常にこれ洗練されてた、うまいね、大人のフライドチキンという感じですね。うん、子供はダメだよ、子供にはちょっと早いよと、18歳未満はちょっとどうなのかなという感じですか。本当に大人の方におすすめですね、これは美味しい。まあ、ケンタッキーフライドチキンはね、こうね、あのやっぱこう幅広く受け入れられる味かなと思うんですけど、これはね、大人の方いいかなと思います。もう店内もね、
ちょっとこう落ち着いた雰囲気でね、大人の雰囲気でこうゆったりと食事もできますし、僕ちょっとね、中国の山椒、中華山椒、まあホワジャオが結構苦手な部類に入るんですけれども、それでもね、なんか今回のは全然美味しく食べましたね。これおすすめです、うん、一番今まで食べてきた中国山椒の中で、ね、一番美味しい料理かなと思います。スコビチキンもね、辛さレベルが、いろいろね、1辛から5辛とまで選べますんで、まあそのね、いろいろこう辛さを試しながらぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッターどんどん更新してますんで、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。